あ、ちょっと痩せましたね、岡ちゃん。痩せた、岡ちゃん。神次郎。うるせえ、カス。泰山、鉄。神次郎がおすすめです。神次郎。第1位はどこですなんですかね。人気店なんで、ここはね、はい、ありがとうございます。うわ、ものごっつうまそう。オカミンです。ヨシーでーす。デコンボコンです。お願いしまーす。よっしゃー、ヨシーとオカミンでやってます。ヨシーとオカミンでね、やらせてもらってるんですけれども、茨城県はね、結構農家とか盛んなんですが、ね、あ、そうなんですか。農家を手伝ってみようじゃないか。農家を手伝ってみようじゃないか。そうです。なんで手伝ってどのぐらいね、こういう作業大変なのか。なるほど。突撃して、うん、ちょっと体験させてもらって。あ、いいね。なんかメロンとかがね、有名だから、もしかしたらメロンとかをなんかそのついでにもらっちゃおうみたいなのもあるんですよ。いいね。こんにちは。こんにちは、お母さん。どうも。お母さんは何の畑やられてるんですか？トマト。好きよ、俺トマト。僕たちあの東京でお笑い芸人やってるんですよ。お笑い芸人。で、そのちょっと今日は農家の人のお手伝いなんかできればなと思って。今はね、こういう花付きやってんだけど。はい、一緒だよね。こんなスムーズにいくかね。こんなスムーズに。何ですか？今はなだけメロンを置いちゃっていくんだ。これ揚げのトマトなんだよね。揚げのトマト。メロンは終わったんですか？終えたよ。終えたんですね。ちなみにメロンとかって。もうなんかお母さん収穫とかしてるんですか？今年はやんなかった。あら。やってないんだ。男の人がいないから。ああ。来よう、俺らがしたら。え、ちょっとなんか一個だけでもいいからなんか手伝いたいな。あ、止めてるんだ。それをカチンと。あ、本当だ。これを止めなくて、これ大きくなったらこうめっちゃ。あ、してパチってなっちゃうんだ。あ、すげえトマトの匂いする。うん、これトマトだ。おかげやってみたら、ね、一回やってみて。パチやって。はい。おお、なるほどね。で、これをまずこうやってやる。一回ね、カッチンってやって、ここにつくでしょ。で、こんなこう。して、こうか。そう。ほら、すごい。外に強くやんなくてもいいんだよ。あ、優しくやってもできるね。これ、歯がこうたくなってから、立ってるから、一回分けて、で、こうして、で、斜めに、こういうことですね。わあ、すごい楽しい。うちにお隣に今トマトを植えてるとなる。うん、行ってみようか。行って出てくれるんですか？ありがとうございます。クリーン来てなんで、ここはね、ゆうの家行きたいと思いますよ。ありがとうございます。うわ、ものごっつうまそう。なんかそういう場面でしょ。やった。1段2段3段な、はい、1段2段3段で3段をこう向けると、トマトがなった時にこっちを向く。ああ、うん、すげえ、うん、でこうやってこうやってちょっと掘って崩れるんですね。やつよ、すごい。やつよ、これ 1,2,3 こっちだから、これを手前な、うん、それでこう、ああなるほど、挟んで、はい、おなるほど。でこれをそれで、周りの筋をこう重ねて、結構難しそうだね。あ、難しいわ。 OK。 お、すごい。おー、やったー。これまず先に掘ったらいいんか。うん、掘って、よいしょ。むずいな。まあ、これ大丈夫かな。倒れなきゃ。火をよくかけないと。すごいな、これ難しいな。難しいよ。あっちのお母さんとかのやつ見たら欲しいんですけど、真ん中なんですよ、ど真ん中の穴の。だけど、俺らとかやってると、こう、端っこに偏っちゃってて、そんなに癖も出ますね。冬メロン、夏トマト。あ、メロンの時来たかったな。トマトよりメロンの方が美味しいもんな。食べるにはちょうどいいけど、手伝うには遅い。あ、一番いい。一番いい。夜まで言うの、ね、夜まで休憩やったら、休憩やっていいね。残ったメロンがあったら行こうか、食べていこうか。おー、あるんで、今あるんですか？あ、食べたい。手伝おう、まだ手伝おう。手伝おう、お父さん。
何でもくれ仕事。何時ですか？休憩3時。おあと10分ちょうどいいちょうどいい。こういう仕事やっぱね岡村得意なんですよ。バカでもできるやつな。力仕事得意。どこでも力ある。そう本当に。自分の座る席を設けて。無駄な仕事したなこれ。戻してくれお父さん。いただきます、すいません。いただきます。わー、一仕事終えた後のお茶はうまいな。一苦労だった、今日の仕事。伊沢、何なんですか？小池さんは最近来たのかな。あー、だって俺らより若いじゃん。大変ですか？大変だよな。大変だよ、お父さん優しい。片言になってんすか、お父さん。昔は大手まとめてやったの。それを今はもうちょっと光電車が機械でやってるのが前はあの一個ずつこう箱たくみたいな、大変だな。朝週間で3時ごろまで週間ですか、急いで集めて、うわ食いしのメロン、食いしメロンです。じゃーん、うわすげえ。頭とケツがあんね、頭とケツ、はい、でケツの方が頭より甘い。じゃあケツの方食べますわ。甘いよ。あ、ほんま、おいしい。どっちケツですか？甘っ。ケツ、こっちケツ、こっちが甘い。えらい甘いわ。いただきます。うまーい、みずみずしい。いや待った、甘っ。甘いね。おっ、うわーすげえ。夏の王様たちだ。すごいね。あ、なるほど、お父さん作ったから。うま、甘い、甘い。JA 茨城朝日村、メロンが美味しい、甘い、うまい。 JA 茨城朝日村、皆さんもぜひ買ってみてくださいね。来るね。来るわ、うん。あ、拍手だ、拍手。この CM ってなった時はちょっと使ってほしいよね。まあでもおそらくだけど雷さんだよね。はい、チーズ。お疲れ様でした。いや、楽しかった。いや、面白かった。本当にお母さんのおかげです。なあ、また来年。また来年。なんかもう最高、こういう番組俺したい。あー、いいね。めっちゃうまい。マジで。めっちゃうまい。お疲れ様でした。美味しかったですね。うん。お疲れ様でした。最後に美味しくいただきましたので、また来たいと思います。ありがとう、ミト。そして、さよなら、ミト。メロン、最高に美味しかったね。さすが茨城ナンバーワン。はいよ、マジで。やっぱ、はい、優しかった、お父さん。優しかった。狙い通りです。悪いやつじゃん。ありがとうございました。出会いに感謝。感激。雨、あられ。この旅を応援したいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。茨城のメロン美味しかったです。買ってください皆さん。概要欄に貼っておきます。